シマジローシリーズの登場キャラクターでは、ベネッセコーポレーションの幼児向け通信教育教材、子供チャレンジ、及び同教材を原作とする、テレビアニメ、シマシマトラのシマジロー、は、剣体験大好き。シマジロー、シマジローへ、そか、シマジローの和を、に登場するキャラクターについて説明する。子供チャレンジ相関当初は、シマジロー、トリッピー、 ラムリンのみ登場で、ミミリンは1991年度に初登場。また、ラムリンは1993年の子供チャレンジ、ステップの3月号で、島次郎たちと初めて会うという設定になったことがあった。2012年度からハラムリンに代わってニャッキーが登場。TV シリーズでは、島次郎は必ず登場するが、 その他のメインキャラクターが登場しない回もある。なお、子供チャレンジでは受講者の年齢に合わせて、島次郎も成長していくという形式をとっているため、原則として、島次郎の年齢は決まっていない。アニメシリーズにおける島次郎たちの年齢は4から5歳で、固定されている。1994年度以降の担当声優は、原作となる、子供チャレンジとアニメシリーズの、 全メディアで原則共通である。クリップ、島次郎のモニュメント 426EV、島次郎カー2島のや緑原家空、野江桃参加牧場か島のや島次郎へ、祖課2011年4月4日、放送以後、テレビアニメも、チャレンジ園が舞台になり、これまで、子供チャレンジに登場していた、チャレンジ園のお友達のキャラクターが、テレビにも登場するようになった。 2021年現在、マルリン、タマサブロー、カンタ、クマッキー以外の家族構成は不明。発見大好き。島次郎では桜と子とキッコに、そっくりな女の子が登場していたが本人であるか、どうかは不明。現在の登場キャラクター過去の登場キャラクター黒猫、三兄弟猫をモチーフにした仲の良い三兄弟で、原作の子供チャレンジには登場しない。 テレビオリジナルキャラクターである。島次郎たちとは、いたずらが多いため対立することもあるが、場合によっては協力して、問題を解決するなど友達として、良好な関係を築いている。皆同じ顔をしていて区別がつきにくいが、普段は、彼らが身につけているネクタイの模様で、夏服の場合は、ネクタイの模様と同じ T シャツの柄でそれぞれを見分ける、ことができる。体格が、 島次郎たちと比べると一回り大きい。番組が放送終了する2008年3月をもって、このキャラクターたちは登場しなくなった。その後、島次郎の輪をでは、三兄弟のキャラクターの声が黒猫三兄弟と同じメンバーで起用されている。また、三兄弟の家は、レンガ風の外壁で屋根裏部屋に部屋を持つ。父や母がいることが、 明らかになっているものの実際に登場したことはない。その他一部のキャラクターは、島次郎の和を、にも登場する。島次郎の和を、から登場したキャラクターもこちらに含める。以下の記号は登場した作品を表している。ありがとうございます。